はい、それではペルソナ 5S 続きやっていきたいと思います。いざ札幌へ向かいたいと思います。次の都市へレッツラゴー。どうする？出発するか。出発しよう。行くぞ。よし、出発だ。いや、札幌でも仙台だから割と近いっちゃ近いよね。2時間ぐらいで行けるのかな。青森とか読んのかな。札幌まで何時間ぐらい？順調に行けばフェリーに乗って約12時間だ。あ、意外に遠いんだな。嘘、もっと近いと思ってた。こいつは途中で車中泊だな。北海道に渡ってからも長いからね。まこちゃん大丈夫？ええ、気合で駆け抜けるわ。すげえな。おお、その息だ。まこと、まことずっと運転してるもんね。お、パーキングエリア。さすがにちょっと疲れたわね。大丈夫？ええ、なんとか。でも少し休憩したいわ。一日中乗ってたからな。ゆっくり休んでくれ、マコト。そうだね。ごめんね、マコちゃん。私が代わってあげられたらいいんだけど。大丈夫、私が任されたんだし。運転するのは好きだから。それにみんなの話し声がするだけで楽しくて眠くならないから助かるわ。よし、マコトに何かねぎらいをしてやらねば。そうだね、アイスおごってあげよう。リュウジ、マコトの肩もんでやれ。あとソフトクリーム買ってあげて。よし、パイセン。って、なんで俺？私も寝る前にマッサージしてあげるね。すっごい効くってモデル業界でも評判のやつ。ありがとう、楽しみにしてる。すまない、マコト。ソフィア、どうしたの急に。私は人の役に立ちたい。肉体の疲労なら物理的な刺激が効果的だ。だが私は AI、 マッサージは不可能。ジェイルに行けばできないのかな。人の役に立てない AI、 存在意義ない。バグ以下。どうした？ソフィアは繊細すぎる女子なのか。そういう時もあるさ。そうよ、そんなに深刻にならないで。あなたのおかげでとても助かってるから。いつもありがとう、ソフィア。そうだよ、リカーも覚えてんのはソフィアだけだからね。そうか、ならよかった。ソフトクリーム食べてみたいな。切り替え早いな。誠の疲労もある。北海道に渡ったら車で一泊しようぜ。となれば夕食はご当地グルメだな。お、いいね。あ、私わさびサイダー飲んでみたい。なんだそれ。なんでそのチョイス。え、辛いのかな、わさびソーダって。飲むとわさびの味が広がって鼻にツーンとくるサイダー。あんまわさび好きじゃないからいらないな。よし、もう一踏ん張りだ、まこと。いざ行かん、札幌へ。はいはい。北海道ってやっぱりすごく広いわね。もう北海道には着いたのか。でっかいどー。上陸してからだいぶ走ったもんな。北海道って涼しいんだろ。ようやく寝苦しい夜ともおさらばだぜ。男だらけのルーフテント、サウナみてえになってたからな。目が覚めるとほぼ裸だ。ある意味すがすがしい。そのまま出てこないでね。そうだぞ、危ないからね。北札幌。おわ、なんだあれ。あれ札幌タワーかな。札幌来た。札幌中央市の中心部か。周辺の雄大な自然と対照的に賑やかだな。で、雪祭りってまだやってねえの。いや、やってないでしょ。それボケてるつもり。でもやっぱり都内よりは涼しいかな。過ごしやすそうでよかった。ひとまず目的地には着いたけど、ソフィア、ジェイルの反応はある？ある。
匂いがプンプンする。おっさんの言った通りかよ。となると善吉が目をつけてるやつが札幌のキングって可能性が高まったな。とりあえず情報収集も兼ねてこの辺りを巡りましょうか。でもその前にお風呂、昨日入れなかったし。賛成。まずはすっきりしたいよね。私の出番だな。500メートル先に入浴施設があるぞ。さすがソフィア、仕事が早い。お前らはお風呂タイムか。その間我が輩は情報収集しておく。え、モルガナ一人で大丈夫か。モナちゃんは後で、私が体を洗ってあげるね。な、何？それくらい自分一人で。猫は濡れるのを嫌う。なるほど、データ通りだ。我が輩をそこいらの猫と一緒にすんな。データ書き直しとけ。そうだ、私も銭湯に入ってみたい。誰かスマホごと中に連れてってくれ。熱々の湯にスマホってぶっ壊れんじゃね。ほら、とにかく行きましょう。ソフィア、案内はお願いね。お風呂にレッツラゴー。ふんふん。ここは大大通り、ん？大通りかな、公園だな。大きな噴水やテレビ塔とかが有名みたいだぞ。テレビ塔どこ？あれか、風呂は涼しのという場所にある。ここを出て少し歩けば着くみたいだ。早く行こう。うわー、札幌着いたよみんな。これさ、ご当地のさ、あのドリンクとかあったりしないかな。札幌行ったことねえからさ、こんなんなんだね。ちなみにこの100円ジュースはワンアップ買っとこ。ワンアップとかどっかで見たことあるな。ってことは多分これはどこにも売ってるんだろうな。トイレ、ここ車中泊の許可が出てるってことなのかな。いろいろ見るのは一風呂浴びてからにしておけ。了解です。じゃあ今は何も買えなさそうなんで、とっととお風呂に行こう。お母さん、カホちゃん喜んでくれるかな。ん？ええ、綺麗なお花を見てありがとうって言ってくれてるわ。でも会えないから寂しいよ。天国は遠くて行けないもん。あそこで何かあったのかな。お花をお供えしてるね。誰か亡くなったのかも。そういえばニュースで見たことあるわ。大通公園で起きた雪像の崩落事故。雪像？確か小さな女の子が犠牲になったって。あそこが事故現場なのかしら。雪祭りか。その子や家族のことを思うと胸が詰まるな。そうだね。どうした？風呂に行くぞ。じゃあ風呂行くか。ああ、お花ちゃんとあるわ。さっきの親子は悲しそうな顔だった。ここで悲しいことがあったのか。ここは冬になると雪像、雪像がいっぱいあるってところ、雪祭りのとこなんだね。で、これがテレビ塔かな。涼しのレッツゴー。ふん、日暮里って。あれ、札幌でなんかあんのかな。あ、地下街もあるんだ。ここが涼しのだ。この期間は歩行者天国になってるみたいだな。そのせいか随分にぎやかだ。清き一票とかどうとか言ってるが。行こう。いや、すまない、入浴施設はこの先を右に曲がったところだ。行こう。清き一票、選挙でもあんのか。赤切れ薬局エクアドル。うわ、すげえ風情のあるいい温泉だと思ったら結構マンション。
雪の湯。うん、着いたぞ。ここだ。もうなかなか良さげじゃねえか。ゆっくり汗流してこいよ。はーい。いいね。ういー、極楽だぜ。露天風呂じゃん。体に染み渡るな。疲れが取れるね。ああ、旅をしてわかった。人には裸になる瞬間が必要だと。え、どういうこと？つか、やっぱ広い風呂っていいよな。家じゃこうはいかねえし。今回は長旅になりそうだからな。都度緊張をほぐすのは重要な。うお、あん、やっぱすっげえ。なんだって？女湯から会話が聞こえてくる。遅いのにチートだろそれ。てか、何食ったらそんなになる？ちょ、恥ずかしいから春に聞きなよ。春だってほら。おお、やるな春。こっちも破壊力あるぞ。こら、あんまり騒がないの。私たちだけじゃないんだから。何これ、いい体してるな龍二。まあな、腹筋とかバッキバキって何の話だよ。にしてもマジで気持ちよすぎるわ。モルガナも来りゃよかったのに。ソフィアもな。肉体がないというのも良し悪しなのかもしれん。つうか、あいつってやっぱ謎だわ。お前どう思うよ。女に覗いたりはしないのか。すごい AI。 それは聞いたけどよ、なんか心を学びたいとか言ってたじゃん。人の心か。俺も絵で表現しようと試みはしたが、道半ばだ。陰にして陽、美でありながら朱。知れば知るほど謎は深くなる。まあ俺も心とかよくわかんねえけど、あいつ俺らと普通に話してるし、んなこと考える必要なくね。確かにね。ソフィアは人の良き友人になる方法を探しているんだろう。そのために心というものをよく知りたいと考えてるんじゃないか。へえ、そういうもん？なんか真面目なやつだなあいつ。ソフィアがそう望むなら応援してやろう。世話になっているのは確かだ。そうだな。どっか抜けてるとこもあるけど。まあそこが可愛いよね。やべ、そろそろのぼせてきたわ。上がってコーヒー牛乳とか飲まね。いいね。フルーツ牛乳で。お、そっちもありだな。迷うわ。いや、風味付きは邪道じゃないか。ここは北海道、酪農も盛んな北の大地だ。ああ、なるほど。その恵みを真に理解するには、絞ったまま普通の牛乳で行くべき。いや、好きにしろよ。おお、20になった。ポイントだんだんもらえる数が増えていくね。よし、心も体もすっきり爽快。ほんと、すごくいいお湯だった。教えてくれてありがとう、ソフィア。ノープロブレム。また役に立ってしまった。なんかそっちやけに静かだったね。いや、まあいろいろよ。ん？善吉から電話だぞ。善吉さんか。よう、こちら正義の味方だ。札幌には着いたか。なんだその言い方。誰だ？長谷川善吉だよ。つか分かってて言ってんだろおめえ。夜にでも合流するぞ。お前らのキャンピングカーで作戦会議だ。善吉が来るのか。よし、じゃあ一度車に戻ろうぜ。
夜が転がってきた。ご当地メニュー食いてえな。札幌何あるんだろう。味噌ラーメン。よし、集まったな。改めて札幌のキングについて話そう。容疑者の名前は兵藤真理子。驚くなよ、こいつは札幌中央市の現市長だ。あ、市長なんだ。市長？嘘、市長って札幌で一番偉い人ってことでしょ。そんな権力者がキングに。まあ指導もそうだったもんね。確かにな、ありえない話ではないか。てか、なんでそいつがキングだってわかんだよ。支持率の異常な上昇だ。札幌での兵藤市長の支持率は現在 88%。 わずか2ヶ月で50ポイントも増加している。 88? 半端ねえな。 50? すげえな、いきなり格変したのか。すごいというか、普通に考えたらありえない数字ね。それだけじゃない。一月前、市長の反対勢力でもある市議会議員3人が突然汚職を告白して辞職した。その後、長い間対立していたはずの議会が市長の条例案を支持し始めた。で、このタイミングで市長改選選挙。いろいろできすぎてて疑いたくもなるだろう。兵藤は国政進出を見据えてるって噂もある。公安としても捜査に乗り出してるが、今のところ全く尻尾がつかめてねえ。これをどう思う？怪しすぎる。改心だ。うん、間違いない。だろ？だからお前らの出番ってわけだ。怪しくはあるか。しかし、本当にキングかを確かめるにはキーワードが必要だが。それなら問題ない。奴は演説でたびたびエマの名前を出してたらしいからな。街頭演説の中でキーワードを拡散していた可能性は高い。じゃあ演説見に行けばキーワードもわかる？おそらくな。兵藤真理子の街頭演説は10日に鈴篠であるって情報だ。10日か。投票日も近いし、数千人って規模の群衆が集まるだろう。すげえな。有権者を丸ごと改心させているならそれくらいは当然か。どうかした？ハル、ちょっと気になることがあって。ん？兵藤真理子、どこかで聞いたことがあるような。市長さんだもん、ニュースとかでじゃない？そうなのかな。うん、ごめんなさい、気にしないで。なんか知り合いなんじゃない？念のため言っとくが、直接接触しようとするなよ。こっちの動きがバレると厄介だ。お前らは演説日までおとなしく観光でもしてろ。ねえ、一ノ瀬さんのこと話しておかない？今後のこともあるし。どうなんだろう、黙っておこう。聞こえてるぞ。どうかしたのか？善吉には話しておいた方がいいと思うぜ。エマの開発者と取引した？いや、待てよ、一ノ瀬クオンだったな。一ノ瀬、あー、その名前報告書にもあったな。エマの元開発者、一ノ瀬クオン。調べてたのかよ。マディスのことをな、その報告書に書かれてたんだよ。書かれてんのか。エマをマディスに移譲した開発者ってな。そんなのとよく取引できたな。そのいろいろあって。エマを誰かが悪用しているならあの人の協力が必要だと思うんです。エマの元の状態と今の状態比較して調べられるのは一ノ瀬ぐらいだ。なるほどな。報告書を見る限り危険なやつじゃなさそうだが、情報源が増えるのは悪いことじゃない。だが今後はもう少し慎重に頼むぜ。俺はお前らを信用して機密情報も流してんだ。
知らないところでリスクが増えるのはごめんだ。ええ、そうするわ。それにいた、お前たちが頼るべき相手は俺だぞ。ほいほい、新しい協力者を見つけてもらっちゃこっちとしても寂しいってもんだろう。なんか急に協力者アピールしだしたぞ。おっさんが頼りになんねえから俺らでいろいろ動いてんだろうが。仕方ねえだろ、認知がどうとか俺にわかるか。それとおっさんじゃねえ、俺は池おじだ。何それ、池おじってなんだよ。なんか言って。メガネが素敵。慰めはいらねえよ。そっちが降ってきたんだろうが。とにかく10日の街頭演説だ、よろしく頼むぞ。ああ行っちゃった。10日になるのを待つしかないか。もどかしいわね。仕方ないよ、それまで体調とか整えてきっちり準備しとこ。ああ、善吉の言う通り、観光でもして過ごすとしよう。なあ、せっかく北海道来たんだし海鮮とか食いに行こうぜ。いいじゃん。北海道発祥のスープカレーも外せんぞ。私は赤レンガ庁舎に行ってみたいな、お花がすっごく綺麗って聞いたから。オーケー、全部のスポット回れるようにプラン立てとく。さすがソフィア、案内よろしく。明日か、ご当地を食うのは。赤レンガ庁舎行きたいね。あ、旧北海道庁舎。うわ、すごい、なんか古そうなのに超おしゃれ。かつて道庁の本庁舎だった北海道のシンボル、重要文化財にも指定されてるそうよ。これは素晴らしい、新たな着想が次々に湧いてくるぞ。いいね。お庭もすごく素敵、花壇にもいろんなお花があって。あれ、あそこ、あれ、ちょっとあなた、花壇の花が枯れてるじゃない。兵頭真理子さんじゃないこれ。申し訳ありません、ですがこの暑さですから。言い訳なんて聞きたくない、市の名所には一つの欠点も認められないわ。私はこの札幌中央市の最高責任者、あなたなんていつでもクビにできるのよ。やっぱ兵頭真理子だ。どうかどうかお許しを。路頭に迷いたくなければ24時間休むことなく全ての花壇を監視なさい。24時間休むことなく。承知いたしました市長。なんか奥村のお父さんみたいなこと言ってんな。怖え、なんだあれ。いや待て、今市長って言ってなかったか。あら、あなたたち観光かしら。せっかく来ていただいたのにごめんなさいね、職員の集団を見せてしまって。あ、いえ。あら、でもそんな、あなたもしかしてハルちゃん？ん？知り合い？え？あ、覚えてないかしら、まだハルちゃんが小さい頃だったものね。私よ、兵頭真理子。奥村社長、あなたのお父様にお世話になった。兵頭って、この人が市長の？みんな、落ち着け！もしかして、マリスさん？そう、嬉しいわ、覚えててくれて。へえ、知り合いなんだ。え、ハル、この方と知り合いなの？そう、うん、そうなの。小さい頃にお世話になったマリさん。マリさんは昔、奥村フーンズの取引先の方で、お父様がよくゴルフでご一緒しててね。私が一人で退屈そうにしてるとよく相手をしてくれたの。すっげえ偶然。まさかの展開だな。はるちゃん、
お父様のこと本当に残念だったわ。いえ、ご心配をおかけしてしまって。何か困っていることはない？私はいつでもあなたの味方だから。ありがとうございます。でも大丈夫です。会社の経営陣も信頼できる方ばかりですし、大学とも両立させて私なりに頑張ってます。はるちゃん頑張ってんだな。支えてもらってばかりではなく、自分で前を向いて歩いていかないといけませんから。はるちゃん立派になって。マリさん、みんなが見てます。ごめんなさい、感極まってしまって。つい今日はお友達と観光だったのかしら。皆さん札幌を満喫してくださると嬉しいわ。札幌を気高く美しい街にするために職員にも尽力させているから、どうか安心して。ほら、あなたはさっさと替えの花を用意なさい。は、はい。まったく、私がいないとすぐ手を抜こうとするんだから。ごめんなさい、お見苦しいところを。それに申し訳ないけど、これで失礼するわ。選挙前でいろいろ忙しくて。困ったことがあったらいつでも言ってね。この人も何かあったのかな。春には悪いけど、裏表の激しそうな人だったわね。マリさん、昔は誰に対しても優しい人だったのに。本当にあの人がジェールのキングなのかな。さっきの怒り方普通じゃねえよ。あそこまで言うか。花ぐらいでよ。春、大丈夫？うん、大丈夫。ちょっと驚いただけ。それよりごめんね。キーワード聞けばよかったよね。まあ演説を待とうぜ。ええ、そんなの気にしないで。まだ街頭演説があるもの。そうだな、後で必ずチャンスは来る。今日のところはひとまず町で兵道の噂集めでもしておこうぜ。うん、ちゃんと調べなきゃ。うん、お、ここなら人通りも多そうだ。噂を集めるにはもってこいだな。兵道がキングだと裏付ける情報がないか探してみようぜ。さあ調査開始。ここは何の店？あら、いらっしゃい。仮面舞踏会のパフェ。両方いいじゃん。それでいいの？はい、それが気に入ったの？買っときます。持って、また来てちょうだいね。買い物を楽しんじゃってますけど。あ、ビッグバンバーガー。いらっしゃいませ。あれ、札幌限定のものはないのか。ありがとうございます。アンに話しかけてみるか。あのさ、見てよこの人だかり。有名人でも来てるのかと思ったら、みんなあのポスター見に来てるってこと？あ、兵道マリコのこれか。あ、なんか破られてるよ。マリコ様に会える、マリコ様に会える、マリコ様、マリコ様。マジかよ、完全に行っちまってんな。会えるってのは演説のことか。明日は気が抜けないな。あ、リクエストが出た。探してきたぞ。仙台ジェール、仙台ジェール、渋谷ジェール。この依頼を受けるのか。あ、夏目暗号とまた戦えるのね。渋谷ジェールもあるんだ。これをやるのか。取り残された願いを納品。通販のアクセサリー追加。これいいな。この依頼を受けるのか。あ、武器追加とかあるんだ。やってみる価値ありですね。なんだ。すまない、緊急事態だ。薬局前の自販機のところまですぐに来てくれ。うん、これは。とにかく行ってみるぞ。そっちか。ちなみに薬局何売ってんの？いらっしゃい。おお。いかがかな。
SP 回復ありましてから飾っておこう。いかがかな。はい、またおいで。いろいろ買っておきます。でここにベルベットルームがあるね。ミドル妖連、ここはスーパーか。いらっしゃいませ。あ、マグロ売ってる。いろいろ買っとこう。お買い上げです。お買い上げ、お買い上げですか。どうぞ。それですか。嬉しい。お買い上げですか。どうぞ。お買い上げですか。どうぞ。ありがとう。どうぞ。ユウスケどうした。おい。ユウスケ何があった。おい。これを見てくれ。魚と牛乳の絵が描かれた缶ジュースだ。うん、男の海鮮ジュース、ご当地缶ジュースの一つだ。北海道で水揚げされた魚介を丸ごと絞り、同じく島内で絞った牛乳を合わせたものらしい。合うのかそれ。ちょっと何言ってるかわからんが、匂いとかは大丈夫なのか。こんなものを生み出してしまうとは、札幌恐るべし。なんだよ。心配して損したぜ。噂集めは終わったのかよ。いや、あまりのことに興奮してしまった。気を取り直して取り掛かろう。これは渡しておく。どんな味だったかぜひ感想をくれ。いや、食わないんかい。飲み干せば男が上がるに違いない。そうなのか。どれだ。あ、これ最大値上がるんだ。あ、飲めませんね、体力いっぱいだから。ちなみにここはエクアドル。いらっしゃい。焼き鳥5本パック。いかがかな。どうもね。はいはい。また。焼き鳥いいね。じゃあ下行ってみるか。ここ何あった。ジンギスカン。テイクアウトできる。あ、ジンギスキャラメル何。それっすか。どうもっす。それ。家庭用ジンギスカン。どうもっす。またどうぞっす。ありがとうっしゃー。あっち側も行ってみよう。お、春いるじゃん。ゴーゴーカレー店、カレーにゴーゴー。テイクアウトもこちらでどうぞ。いらっしゃいませ。ゴーゴー林ライス。なんか味方全体回復増えたね。ありがとう。春どうした。選挙が近いせいかマリさんの話題で持ちきり。それもマリさんを称える声ばかり。ちょっと不自然なくらいに。マリさん昔は優しかったんだろうな、本当にね。待ち合わせ中のホスト。何かよ。女の子と待ち合わせしてるから後でね。こいつなんだ。待ち合わせか。ザワザワしてんね、ここら辺。お、ラーメン屋さんあるじゃん。すげえな。あ、ここやばくね。ラーメン屋めっちゃあるんだけど。さすが本場っつうか、はるばる来た甲斐があったぜ。味噌ラーメンか。やれやれ観光気分ではしゃぐのもいいが、目的を忘れるなよ。忘れてねえよ、兵道の噂だろ。こういう店の中探すといいって俺の嗅覚がささやいてんだよ。食いたいだけじゃねえか。このかぐわしいスープの香りたまんねえよな。食べてこ。らっしゃい。お、味噌ラーメンセットあるぞ。米が高い。はいよ。これ作れるじゃん、札幌ナンバーワンラーメン。それでいいのかい。食ってみよう。はいよ、どうも。とてもいい匂いがする。店内で食べてみよう。よう。なんだよ、前も食いに来たのか。一緒に食っていこうぜ。やつかうめえ。やっぱ札幌っつったら味噌ラーメンだよな。おっちゃん、チャーシュー追加で。こいつにも頼むわ。リュウジと味噌ラーメンを堪能した。何かをひらめいた気がする。おっしゃー、みんなにラーメン振る舞うか。こいつは何なんだ。クリーンキャンペーン。なあ君、今度の選挙はもちろん兵道先生に投票するだろうね。もちろんだ。いや、それは無理だ。住民でない者は投票権がない。ん、どこから声が。だがなんだ、観光客か。ならば仕方ないが、覚えておきなさい。兵道先生は素晴らしい。札幌を、この国を、そして世界を導く器。今度の選挙はその第一歩。札幌は兵道先生と共にある。兵道先生万歳。札幌中央市万歳。一体何なんだ。どう見てもまともじゃねえな。まともじゃないね。掃除しないと営業停止にする。やだおじさん、何の冗談。
うちの店ちゃんと毎日掃除してるよ。え、階段の手すりホコリが1ミリ？またまた冗談ばっかり。ちょ、目がマジなんだけど。あ、こういう風にみんな潔癖症みたいな感じになっちゃうのね。この人は？あ、君たちも兵藤真理子の信者？え、違う？兵藤真理子の噂を集めてる？それって夏休みの課題かなんかなの？みんな毎日毎日飽きもせずに兵藤真理子兵藤真理子うるさいわよね。清廉潔白な政治家なんだかなんだか知らないけど、どうせちょっと叩けば埃が出てくるだろうに。政治家ってそういうもんでしょ。まあそれはわかんないけどな。海鮮丼屋。え、市長のことをどう思って？政治の話は難しくてよくわかんねえや。いい商品入ってるよ。海鮮丼買えるぞ。そちらをお買い上げですか。豚そうめんとウニか。で、握り寿司。そちらをお買い上げですか。海鮮丼も買っちゃうぜ。ありがとうございます。とても美味しそうな海鮮丼だ。店内で食べてみよう。あら、お、まこと、ここの海鮮丼すごく豪勢よね。私も食べていこうかしら。どの業界もすごく美味しそう。お土産でモルガナの分も買ってあげるわね。にゃふん。お、さすがまことだぜ。我が輩感謝感激。海鮮丼を堪能した。何かをひらめいた気がする。これでみんなに振る舞えますね。で、こっちはだいぶ集まったんで、下側ですね、行ってみますか。まことたちがいる方向かな。あと双葉か。まことと双葉はすすきの南で情報を聞き出している感じですね。あ、あっちからしか行けないのか。お、いた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 。広いな。ねえ、街の至る所に清掃キャンペーンのポスターが貼ってあるの。札幌綺麗で美しい街に随分力を入れているみたいだけど、これは市長の指示。少し引っかかるわね。街の噂をネットで探してたんだが、ちょいと気になるのを見つけた。涼しのには出るビルがあるらしいぞ、マコト。で、出るって何が？どこに？そりゃ出るって言ったらあれだろう。で、その場所は？いいから言わなくていいから。どこ？どこにでもあるんだよな、こういう怪談話みたいなの。そうね、夏らしくていいんじゃない？肝試しとかすんのかな、ね、してほしいな。で、涼しのここ移動できるのか。あ、ここだけ？そういえばここは古くからある商業施設だ。いろいろ、あ、いわくつきらしいが、ここ出るんだ。てか札幌にも本当にこういうのあるんですかね。もし行ける？あ、出た。したっけ、バイビー。知ってる知ってる。でも双葉も調べたからな。ってことは、あとちょっと調べてないのがあるのか。今サーチアイ使えないからね。ちょっといろいろ見てこよう。あ、この人か。ゲホゲホ、早く薬をゲホ。しっかりしろ。あ、大丈夫だ。風邪をこじらせちゃって。とにかく治して仕事に戻らないと市長にまたどやされる。なんだって？市長だと。おい、この店にある栄養ドリンクと風邪薬を全部くれ。昼間見た職員みたいに兵藤にこき使われてるのか。もう 100% やった、コンプリート。こいつだったのか。よしよし、だいぶ情報は集まったな。渋谷や仙台と状況は似ている。聞けば聞くほど兵藤は疑わしい。あと前吉の予想通り、演説でキーワードを拡散しているなら、それをエマに入力すればキングかどうか確かめられる。帰るとするか。今日は早めに休んで明日に備えようぜ。もうキャンピングカーに戻るか。そうだね、いろいろレシピもゲットしたから戻りましょう。うん、よし、勝負は明日だ。兵藤の正体を確かめるぞ。明日に備えて早めに寝ることにした。お、ベルベットルーム。お待ちしていました。あなたもあなたの仲間たちも着実に力をつけているようですね。ですが、厄災は確実に迫っている。
それは心に留めておいてください。オッケー。迫ってる？邪悪な意志が高まっていくのを感じます。その正体はわからないのですが、話を戻しましょう。お呼びしたのはあなたの持つワイルドの力についてお伝えするため。あなたのさらなる成長に伴い所持できるペルソナが増えました。お、やったね。お、10体までだ。やったぜ。あまたのペルソナを使いこなすあなたの素養は無限の可能性。絆を築いた仲間と共に力を磨き、来たるべき厄災に備えるのがいいでしょう。それでは、なんなりと。ようこそ、ベルベットルームへ。あれ？新しい自分の目覚めです。あ、セタンタとビシャーチャー。結局セタンタ、あ、ビシャーチャーは出てこなかったね。新たな力が得られるようです。あ、セタンタじゃん。ご覧になりますか？一応登録しておこうかな。現在の状態を上書きしました。じゃあペルソナ作成しておきましょうか。セタンタ作りましょう。新たな力が得られるようです。皇帝だね。継承するスキル。何継承させようかな。ブフーラ。あとは反逆の意思かな。このペルソナでよろしい。構わない。生まれ変わりなさい。俺はセタンタ。お前に迷惑かける奴は 俺が仮面になって死ぬ殺してやるよ。怖いこと言うな。新たな力が得られるようです。ピシャーチャーは一応残しておこうかな。よし、行こう。戻ろう。おお、10日になった。